どうもこんばんは。本日はですね、人生3回目のキャンプでございます。3回目のキャンプで、山梨県に向かうんですけれども、チェックインが朝8時からできるキャンプ場ということで、現在深夜の3時ですね。深夜の3時に出て、ちょっと早めに入ってから早めにチェックインして、1日楽しみたいなと思っております。で、ただね、問題がありまして、降水確率 60%! 60% なんですよ。だからね、ギリギリまで まだ予約してないんで、予約してないからギリギリまで待ってみて、最悪キャンプ場を変えるっていう手も考えております。とりあえずね、山梨県に向かってみます。よろしくお願いします。あまりにもお腹が空いたので、ちょっとキャンプ前にですね、ラーメンを食べたいと思います。噛んだ。ラーメンを食べたいと思います。深夜ね、3時4時なんだけど、すげー混んでる、すごい混んでる山岡屋。行ってきまーす。よだれが止まりません。よだれが。いただきます。今ラーメン屋さんで、ちょっとね、まあ美味しかったんですよ、美味しかったんですけど、タンが絡み始めた。雨がね、やっぱりどうしても河口湖近辺、山梨の河口湖近辺に行こうと思ってたんですけど、雨がどうしてもやっぱり 60%70% あるっていうことで、ちょっと今回河口湖行くのを諦めようかなと思って、調べてたら、近くにですね、道志の森っていうものすごい有名なキャンプ場、そして評価がいいキャンプ場があったんで、そこにとりあえず行ってみようかなと思ってます。まずどっかでね、ちょっと仮眠ができる道の駅とかを探します。後ろの車煽るんじゃねえ。道の駅に着きました。清川って読むのかな。そこまで大きくない道の駅なんですけどね、結構もうキャンピングカーとかが多くて、先客がいますね。ここで仮眠を取れたら取って、次の日というまあ起きてからは買い出しですね。買い出しに行きます。ではおやすみなさい。おはようございます。現在朝の8時くらいですね。全く眠れなかったですね。車中泊ね、眠れる時と眠れない時がね、差が激しいんで、きついですね、眠れないと。ちょっと一回このまんまどっか車走らせて、ダイソー100円ショップ行きたいなって思ってます。はい、山を下って町の方まで降りてきました。ダイソーが開くのが10時なんで、それまでホームセンターに少し時間を潰してからダイソーに向かいます。はい、ダイソーとね、マルエツですね、スーパーあるんで、ここで買い物をしちゃいます。で、早めにもしかしたらチェックインできるかもしれないんで、キャンプ場に行っちゃおうかなと思います。ただね、天気が分からない、風が強い。買い物してる時がね、本当に楽しい時間なんで、行ってきます。はい、やっと買い物が終わりまして、ちょっとね、ダイソーでの買い物とその他諸々で盛り上がっちゃいまして、もうすでにチェックイン時間っていう12時過ぎちゃった。で、キャンプ場に着くのが1時頃なんですよ。もう1時間って遅れてます。なんで、なんかね、もうすごい買い物した時点で楽しくて満足しちゃったんで、一時はね、このまま帰ろうかと思ったぐらいですけど、まあちょっとせっかく来たんで、しょうがなくキャンプ場行ってやりますよ。じゃあこの後はキャンプ場でお会いしましょう。残り5分ぐらいで到着するんですけど、いやー、ちょっとね、神奈川県方面から入ってきたんですが、山道が本当に長かった。秩父の時も思ったけど、今回はもっと長かったかな。
そしてですね、その同志の森キャンプ場っていうのがなんか場所を取ってから管理室に行くみたいで、ちょっと変わったやり方なので緊張します。まだこんな初心者キャンパーが行っていいのかって緊張しますよ。そして何より場所が空いてるのか緊張する。緊張する。やっと着きました。めちゃくちゃいいところです。そして川沿いを無事確保できました。で、後ほどですね、こちらのキャンプ場テント立ててからゆっくり歩いて探索してみたいと思います。いやー、川がねまた綺麗なんですよ。はい、で川沿いでどうしてもやりたかったこれですね。よいしょ、この辺でいいかな。はい、先をねふかふか浮かべるやつ、流されないよなこれ。もうちょいでねテントも完成します。やっとテント完成しました。今回ねちょっといろいろあって時間かかりましたね。で今回ですね、新たに購入したものですねを紹介したいと思います。まあ、また別の動画で一気にまとめて紹介を しようと思います。これルーメナですね。ルーメナ、あの明かりです。これはねすごい、強い光を持ってるそうなので楽しみですね。であとこれ岩谷さんのバーナーですね。あとこれが100円ショップで買った器、これがステーキを焼くためにこれも100円ショップでさっき買いました。あとは、あ、そうだ、なんだっけ、ここにレンガですね、タイルか、タイルを買いました。この焚き火台にですね、焚き火台を高くして、なんだっけ、グリルビレッジでしたっけ、こう高さを出したいときにね、そういうやつあるじゃないですか。それをケチって300円ぐらいでレンガを買いました。ちょっと後で使えるか分かんないですけど使ってみます。あとそうだ、このテーブルクロスが布をね100均で4枚ほど買いました。だいぶ可愛くなりましたね。で新しく、これ高かったですね、この椅子、持ち運びがすごい楽にできる、折りたたむと45センチだったかな、45センチの15センチぐらいまでちっちゃくなってかなり軽いです。色がね失敗しましたね。赤青とかにすればよかったですね。それかこの何シルバーで統一とかすればよかったな。色がね人気で全然なかったんですよ。で背もたれ付きです。でこれ、この椅子があることによって、もともとこのテーブルで使ってた椅子ですね、それがこのように置く棚となりました。かなりこれがあると楽です。それぐらいですかね。じゃあこの後ちょっとキャンプ場の探索をします。割ってしまいました。落として割ってしまいました。あ、楽しみにね、水をねたっぷりと汲んで、でテントに戻ろうと思ったら落としちゃって割れて使い物にならなくなりました。あー、ショック。はい、ではやっと時間ができたのでキャンプ場を歩き回りたいと思います。結構川沿いのサイトが多いですね。これ川沿い取れたらでかいですよ。あ、なんか奥の方とか結構あれ遊べるのかな、見えるかな、反射しちゃってるな。でちょっとごめんなさいね、こっちなんですけど、これも有名なんでしょうね。見えるかな、池、今は水ないですけど、これ夏場になるとプールになるらしいです。川の水を使ってかなり大型、かなりでかいです。でこのプールの周りのサイトはかなり人気らしいですよ。でそこに炊事場と水洗トイレがあって、僕らはねすぐそこです。
すごいいいところ取れたんじゃないかなと思ってます。じゃあちょっと管理棟のところまで歩いてみます。管理棟のとこに来たんですけど、いや川が本当に綺麗で見えますよね。で、いやなんか気になるキャンプサイトが開いてて、ここ橋の下なんですよ。ここも建てていいのかな、フリーサイトなのかな。でそこが管理棟ですね。川の音がうるさくてちょっと俺の声聞こえてないかもしれない。でまだね、全然まだまだ奥もあるんですけど、ちょっとねお腹空いてきたんで、そろそろねこの辺で薪と炭だけ買ってもう料理を始めたいと思います。では、ちょっと今あの管理棟で薪と炭を買おうとして、おもむろに財布出したらティッシュだった。今から財布取りに帰ってまた買いに行きます。はい、あとじゃないのね。いやこれね、俺イタリアンレストランでバイトしてた時にカレー作ってたんですよ。で結構ね剥くの上手ってね、みんなから言われたもんですよ。芋皮剥きのオーメンって言われてました。なんかこれ芯みたいのが見えちゃう。あった。てか包丁が切れない。さて、何を作ってるでしょうか。当ててください。あ、あらま。あ、これも量多いかな。感じですね。ちょっとちっちゃめに切っとこう。はい、じゃあ先ほどの、あ、やば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 、すごい勢い、やばいやばいやばい、なにこれ。はい、これを炒めていきます。あれ、これバターもう一個あってもいいかな。火力強っ。しばらく炒めていきます。軽く強くてびっくり、岩谷。あー、入れまーす。ドポン、ドポヌ。これを混ぜません。なんかね、よくわからないんでもうちょい入れちゃいまして、牛乳も一応買ったんで、どんくらい入れるのかな、このくらいでいいのかな。はい、もう分かりましたよね。シチューです。完成でございます。では食べてみます。はい、ジブリ風にね、ちょっとなんかシチューを作りたかったんで、可愛い器ね、買えますね。じゃあ早速食べてみます。熱そう。うん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 、バター濃すぎ。うん、ちょっと味変しましょう。ダメだこれ。バーベキューを開始しております。
あのね、シチューの方に何か入れ忘れてるなと思ったら、このソーセージでしたね。やばい、充電がなくなってきてる。やばい。では川でキンキンに冷やした因果高原ビールをいただきます。始まるぞ。ちょっと入れられるかな。やべ、こぼしちゃうな。はい、おっとっと泡がね。はい、乾杯、いただきます。うますぎ。うー、肉肉。これはね、肩と身筋だっけな。ちょっと高めのお肉ですね。上がりますね。まだ全然飲んでないですよね。全然食べてもいないし、2杯目はいつもと違う方向でコロナですね。あれ、ぼやけちゃう。あ、なんでこんなぼやけんの。おーい、コロナー。いや、寝不足のせいかね、酒がねそこまで進まないんですけどね。やっぱりキャンプはね楽しいですね。今からステーキを焼きます。これを食べてこの後焚き火かな。私としたことが、100均でステーキプレートっていうんですかね、それを買ったのを忘れてました。今急いでそれで焼き直してます。ガーリック付きでね。もうそろそろあげようかな。はい、じゃあ今回の焼き加減はどうでしょう。うん、絶対硬い、全く切れない。あ、空気なくしてきたよ。今回サーロインなんだよね。ちょっとだから脂身がね、やばい、硬すぎる。あれ、すごい、俺ナイフ裏で切ってた、裏で切ってた、切れたのがすごい奇跡。逆で切ってた。すご、俺すご。あ、柔らかいな、そこそこやっぱ柔らかいな。反対面で切れるほど柔らかいお肉じゃん今。まあ、はい、ウェルダンですね。やらかした、またやらかしたわ。じゃあちょっと食ってみます。サーロイン久しぶりだな、食うの。脂身がね私苦手であんまり食べないんですけど、ちょっと脂身ない部分いきますわ。でかっ、ちょっとぼやけちゃったね。いただきます。うん、あ、うまいわ。あ、サーロインうまい。これね1枚500円とかのオーストリアビーフ、オーストラリアンビーフ、オージービーフ、うまいわ。脂乗ってるのがうまいわ。うん、おいしい。くー、いい匂い、いい匂い。ただ剥くのがめんどくさい。午後8時半ぐらいですね。やっと焚き火を開始しました。まだ結構洗い物とかがあるんで、この後飲むかゆっくり焚き火眺めてるか、どちらかにしております。もしかしたら寝ちゃうかもしれないですね。先に言っておきます。おやすみなさい。おはようございます。現在朝の9時ですね。いや、寒かった、また寒かったです。もう少しでね、また初キャンプの時のように車の中で寝てました。ただなんとか朝まで
眠ることができて、この後お腹が空いたらちょっと朝食を作るか、つかなかったらこのまま片付けに入りたいと思います。少し時間が余ったので、朝食兼昼食を兼ねてですね、なんだこれ、トーストですね、目玉焼きとトーストと、あと塩ラーメン作ってみます。お、とりあえずはまりましたね。パンがね、冷めないうちに、冷めちゃいますけど、一気にベーコンを置いて、卵も割っちゃうのか、これ、割っちゃっていいか。わあ、いい感じ。あらまあ。はい、完成しました。味はですね、もう予想できます。絶対焦げてます。焦げね。はい、若干グロテスクな目玉焼きトーストいただきます。よいしょ。うん。うん。うまい。普通にうまい。焦げが。うまっ。味噌ラーメン完成でーす。味噌ラーメンじゃねえ。塩ラーメンだ。はい、というわけで、チェックアウト時間もそろそろ近づいてきて、第3回目のキャンプが終わろうとしています。で、今回3回目なんですけれども、道志の森キャンプ場というね、素晴らしいキャンプ場に巡り合えて非常に良かったですね。ゴミ持ち帰りっていう体験もできましたし、川沿いの、テントサイトにも、位置取ることができましたので、本当に最高な時間でした。またこれ夏場とかもうちょい人が賑わう頃、プールがある頃ですね、来てみたいなと思いました。というわけで、ちょっとバッテリーがないので、そろそろここで終わりたいと思います。ぜひ、この動画が良かったなと思った方いらっしゃいましたら、高評価チャンネル登録などしていただけたら嬉しいです。というわけで、また次のキャンプでお会いしましょう。バイバイ。あそこさ、誰か忘れてってるんですよ、お酒とか。あれ、パクろうかすごい悩んでるんですけど。